で今この音声っていうのは2011年の4月25日なんですが、午前8時16分なんですけども、日本テレビのスッキリで、春の愛が走った距離というのは85キロというふうに言っていました。85キロというと、どれぐらいの距離、まあ85キロ。まあ85キロがどれぐらいの距離というと、85キロが85キロなんですが、徳光和夫はどれぐらいなんだ、何かに引っ掛けるような感じがするのかなと思うんですが、例えばアナウンサー歴が50年だったら50キロというような感じで何かに引っ掛けてくるような気がするんですけども、どのような感じになるのかというのはまだわからないんですけども、どうなるのかなと思っていますが、そうですね。1分10秒、70秒の中でどういうことを考えるのか。